けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。秋田としては後半もね、今の状態をキープしつつ、もうさらに踏み込んだところで相手の隙をついていくというかね、そういったアイデアが必要になりますよね。明治安田 J2 リーグブラウブリッツ秋田、明治安田 J2 リーグ、この時間はブラウブリッツ秋田対ヴァンフォーレ甲府、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。甲府はこのシュート、ゴール、ヴァンフォーレ。前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。キックオフのいい流れからこの得点まで結びつけましたね。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。バッテからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ甲府、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね。この勢いでもう1点いけるといいですよね。岡崎、村松、小野原、小松上、諸岡、もう一つ前に行きたい。キーパー止めた。いやー、よく反応しましたね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。見事なプレーでチームを救いました。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ブラウブリッツ秋田、このパスはキーパーへ。右サイドへ振って、リーダー、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スペースを使う、さあダイウトン、ここは下げます。さあ左へ預けて、秋田としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすく、シュート、いやー、追加点、ヴァンフォーレ立て続けのゴール決めてきました。いやー、よく反応しましたね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。見事なプレーでチームを救いました。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ブラウブリッツ秋田、このパスはキーパーへ。右サイドへ振って、リーダー、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スペースを使う、さあダイウトン、ここは下げます。さあ左へ預けて、秋田としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすく、シュート、いやー、追加点、ヴァンフォーレ立て続けのゴール決めてきました。
得意。右サイドへ振ってリーダー、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スペースを使う、さあダイウトン、ここは下げます。さあ左へ預けて、秋田としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすく、シュート、いやー追加点、ワンボール、立て続けのゴール、決めてきました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。さあ甲府、得点を重ね2対0という展開。甲府としては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので、落ち着いた対応したいですよね。なるほど、この後も無失点でいきたいですよね。村松、松上、カウンターですよ。積極的なディフェンス、ファールありません。小野原、グラウブリッツ秋田がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入れなくてもせめていい形を作って後半につなげていきたいですよね。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。リーダー、裏を狙っていきます、シュート、ゲット、秋田。前半終了間際、いい時間帯に決めました。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたね。さあ、あ、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。前半を終え2対1、しかし北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。ですけどまだ2-1ですから、お互いに気の抜